じゃあ1回1回、はい、そうですね。したら、1回戦第1試合、1回戦とか、まあ、0回戦なのかな、が、THR タムタム、トモ、ジューベイ。じゃんけんして席を決めろ。THR、トモさん。ガロボーさん、シードなんでしばらく出ます。ガロボーさん、10試合目です。10試合目です。最初は、あ、もう決まりました。決まりましたか。そうですか。THR が 2P 側。トモさんの10米が 1P 側。それでは、いざ尋常に、超人オリンピック2日目、始めます。イェーイ。まずはショサム。1P 側、トモの10米。2P、ミスター流子の剣。参加者25人。勝負。全24勝。一気にいかせていただきます。さあ、まずはつばぜり合いから様子を見て、ダイキング。龍子の剣の世界では1に争う THR、 侍の世界ではどうなる。どうなんだ。ここはなんか10名に翻弄されてるような状況。近寄って投げていく。トモさん、いいよ。オートダイキングいって、入った。ひよってる。ひよった。THR 安い。侍マジでやってるせいからのがっかりだな、ため息が。ガチ寒いからがっかりだ、ため息ですが、ここは THR 一本選手。すごい勢いで今ため息が出ましたよ。すごい、あれみたいなね。今そう言うなよと。2本目、友情参加してくれた THR。 ここは流行の決勝生としてバチッと強いところを見せていきたいところ。タムタム、さあここはジャンプ台入った。トモさん冷静に、タムタムを追い詰めていく。キック投げて、もう一回投げ。さあここはパーフェクト負けしちゃうの THR。 どうなの、負けてやった。まだ来てる、まだ来てる。なんかやれ、削って。トモさん一歩取り返す。こっちの勝利権何年前でしたっけ。削りましたね。削りましたね。さあ3本目、1回戦3本目始まった。大切り、スカル、中切りもスカル、差し合い、当てていく。もうとこはジャンプ逃げて、投げ合ってるよ。 THR 同じ手で翻弄されている状況。10名いいですね、お前の弱点これだろとばかりに、トモさんが投げて投げて投げまくっている。飛び込んで、もうとこは返す。大切り入った。 THR まだ分かんない、頑張れ。飛び飛び重ねれば、おっと投げちゃう。投げてまだ生きてる。削られちゃう。削られちゃって、トモさん1回戦突破おめでとう。 THR 1回戦で死んだ。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあサクサク行きましょうね。じゃあ剣王さんと死にかけ右京、じゃんけんして席を決めてくれ。剣王 VS 死にかけ右京。さあ、ワンピー側、死にかけ右京、ツーピー、剣王の原案、原案、ああ、流れるんだね。あ、じゃあ楽だね。クレジット入れとけば大丈夫ですね。1本目、さあ、1本目、いざ尋常に勝負。つばぜり合い、ボタンレベル勝って、右京が距離離せ、つば返し。もう一丁つばぜり合い、攻撃が同時に反省するとなんかあのランダム反省するらしいですよね、つばぜり合いね。まあ落としいシステムですね。本当、まずは放送禁止エリアを破壊、放送禁止エリアを破壊していく、剣王剣王。さあ体力的に不利なのは右京、死にかけたくない、勝ち進みたい。死にかけているだけで死んではいない、死んではいない。おっと、ここは投げが入った。さあ剣王剣王落ち着いてる。ジャッカーから飛び込む、しっかりしゃがみ弱で返していく。追っ払う、進化状況、体力破壊状況。おっと、ここは投げた、で投げた。さあ体力少ないよ。リズミンしたところ弱切りで追い返して、飛び返して、当たんねえし、そしてちょっと高すぎましたね。当たんねえしみたいなね。さあ剣王剣が一歩接種。今イメージ的には多分ね、あのザンクローの低いジャンプでの高さを出したんですよね。死にかけさんは、ザンクロー生ですね。最新の、ね、サプライスピードの勢いには慣れてるんでしょうけど、初代はちょっと勝手が違うか。そうですね、ジャンプが高すぎて予定以上にこんな高いところで出ちゃうのみたいな。そうですね。おっと、ここもガードされて大切り相手、キャゼルピオッタ、ピオッタがさらば死にかけ右京、さようなら。勝ったのは剣王剣王、おめでとう。お見事。
走りは無理じゃ。さあサクサクいくね。じゃあ3試合目、竹中さんですかね。竹中さんとファミさん、ハオマルとナコルですね。竹中さんいらっしゃいますか。ファミさんとじゃんけんして席を決めて試合を始めるんだ。最初はグーじゃんけんほい。あ、これ今のうちにちょっとクレジット入れておきますね。あ、そうですね、ちょっとごめんね。ファミさんがワンピースよね。オッケー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 。さあファミさんはすごいファンタジスタとして、やばい連続技をたくさん持ってそうな雰囲気ですが、今日はナコルルですかね。ナコルルですよ、萌えの最前線。ちょっと今設定変えて、大会やりやすいように調整します。さあマッツンのボタン連打が、マッツンのボタン連打が見れるぞ。はい、22というわけで、竹中さんの、ハオマルか、ハオマルが 2P、 ファミさんが 1P で準備ができたら試合開始ということでお願いします。さあどうぞ。はい、スタートボタン押してください。はい、 1P 対 2P を選んでもらって、はい、 1P 側は萌えの再生戦、紫ナコルル。イデアの血を引く男、イデアのファミさんですけどね。さあ 2P 側は竹中さんのハオマル、距離を取る、高に捕まってすぐ降りる。今回ハオマルとゲンアンが多いですね。そうですね、オートうまいよ、衝撃に返していく。さあオートうまい、だったところを衝撃でさばいていくのはファミのナコルル。衝撃で追い返す竹中ハオマル、大輝はここがしっかりバブ。さあどうなる、距離取って超大切り入った、危ないよ。すごいヘリビッグ、あピオタがマミさんお疲れ様でしたみたいな。あバレたよ、やばい、レアなレアな絵が出ました。当たんないんですね、あれ。さあ仕切り直して高に飛び込んで、おーうめえ、シーケンスラードリー、逆用がコマンドですかね、ありましたね。さあ怒ってる状況ですが、どうなる、ハオマル体力がない、大輝入っちゃった、大輝入って、竹中ハオマルインポセッション死にました。おっと銀さん、銀さんガロー2が好きですよ。あ、そうです、ガロー2が好きです。多分効果超多い人数多いんで4時半にはスタートできるかなと思います。さあ2本目、さあここは1本取り返したい、ファミのナコレル。おっといいよ、あと繋がんねえし、あでも大輝入った、いいよ、もう一回高に捕まって仕切り直し、大輝で落とそうとするもギリギリで降りて返する、ファミのナコレル中にこうちゃった、引っ掛けるよ、離す、高に飛び込んで、しかも飛び込む、おっと高血算出掛かり潰して、もう一回仕切り直し、直前で降りて、あんなバズル入ってよく顔が見当たってます。ガードされたら俺ですからね。あいやー今みたいになりましたね、注意してくださいね。頑張れファミド、あっとここは中に刺さって竹中いい回転突破、おめでとう。よしそしたら4番、銀座と村松さんですね。じゃあ村松さん、村松さんワンフ、銀座ハオマル、じゃんけんして席を決めて試合を始めるんだ。銀さんと村松さん、村松さんはショサムの有名人ですね、かなりの強キャラなはずです。まさかまさかの関西から参戦、スピエ村松さんワンフですよね、今日ね、村松さんワンフですね。そしてワンフですね、銀さんのハオマル、ハオマルがワンピエ、準備ができたら試合を始めろ。初代サムライスピース大会参加25人の今第4試合目、そうですね、まあ 2P 側のワープは優勝候補と言ってもいいぐらいのキャラクターなのかもしれません。さあ距離を取って中切り刺さない、牽制し合ってダッシュで一気に近寄るブラーサーワープ近寄って足払い、刻んでいく大切り、対空大切り、おっとここは昇竜拳、豚翔豚将竜、昇竜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 まだ体力的には有利な状況だが、昇竜剣豚将竜飛び込んで足払い大斬り入んねえし、どうする、中切り先生大斬りしっかりガードしてるな、村正ワンフ落ち着いてますね。さあどうする、微妙な距離からの差し合い、サムライスピードラッシュ、おー将棋で返してピッツ取った、フォーバック点、あれですね、ガンキャノンですね。そうですね、ガンキャノンですね、
福田賞ね、残り体力ないところ削りに行くですよね。お見事、ガンキャノンですよ。でもこれ多分これ立ちガードできますよね。あ、そうです、勝負。ガンキャノンの方が性能は上ですよ。ガンキャノンは下段ガード、下段ですね。さあ、ここはつばぜり合い勝って、武器を離しちゃった金さん、ここはちょっとヤバい状況。このゲーム武器を手放してしまうと、通常攻撃が削り攻撃になっちまうので、仕事大切だ。大切だ。大切だ。と2発入って、第2発入れて飛び込んで、小足刻んで、もう一丁ガンキャノン削って、でも武器拾えない、武器拾えない、やばいぞ。大金さん、このチャンス生かしていきたいところ。ジャンプ大金落として中切りで体力を削って登り大切り、いいよ、投げ体力で登り少ない。村正ワンフどうする、武器がない、チクッと削り殺され、金さん一発取り返す。優勝候補の一角を金さんが倒せるかどうか、怒ってるワンプ。つばぜり合いからスタートね。武器はお互い外れる、お互い落とした。若干金さん有利な状況、そのまま飛び込む。武器は拾わせないぞと、格闘ゲームのようなプレーを。おっと、金さんが足挟んで、さあ村正ワンプ、これはどうする。ケツ、ケツ落として、で投げて、で武器を安全に拾って、でバッテン挟み込みはガードされて、まだわかんない。大切り振り回して金さん、で豚勝利、飛び込んでジャック足、お中切りしゃがみ中入った。村正ワンフで気候バッテンで踏んづけさせる、バックジャンプ、1点読み、1点読みで村正ワンフ1回戦突破おめでとう。いやー、今あれですね、侍勢から、侍勢みんなからちょっとちょっとみたいな感じで、真面目にやってくださいみたいな感じですね、応援がいてましたね。しかし銀座も惜しかった、ありがとうございました。結構今動きはまだの初戦ですが固まってましたね。そうですね、スロースターターなのかもしれません。はい、したらじゃあククルスアードさん、タムタムと白ハンさんですね。白ハンさんもわざわざ来てもらってます。ハンゾー対タムタム、ククルスアードン、ククルスアードンと白ハンさん、じゃんけんして席を決めて試合を開始してくれ。はい、白ハンさん、あ、こちらに後ろにいますね。はい、最初はグーで、はい、最初はグー、あ、じゃんけん、ほい、はい、勝った白ハンさん、ワンピースピーツーピー側で、白ハンが、はい、今ガロツ20人、これ1枚19人なんで20人ですね。はい、1人1タイトルにつき100円です。100円で全部出れるわけじゃないですよ。はい、そうですよ、もうタイトル出る人は500円ですからね。さあ、ククルスアドンの、タムタムが、ワンピー側、白ハンの白いハンゾーがツーピー側ですね。まずは武器を落とさせて、これはもう拾わせないで削るぞ。削っていくのか、白ハンハンゾー、ズバッと中切り、そうしゃがない、いって、いる、飛び込んで投げて、あっという間に白半一歩選手。さあ2本目仕切り直し、ここはククルスアドン、なんとかして一瞬食いたいところ。おっ、ヘルプ切ですね。ダギリ当てていく、見えるな、中切り、中切り落ちていく、バックに下がる、ダイギリ当たっていく、しかし着地に隙だらけ。ここはハンゾー、半角を当てていく、中切りで牽制しつつ微妙な距離を保って、画面端にククルスアドンを追い詰める、勝ったキックから中切り、お見事、白ハン1回戦突破、ありがとうございました。いや、次は6試合目ということで、クロスとクロスと、微分さんですね。で、ハオマル同士ですね。微分、クロスと微分、じゃんけんして席を決めるんだ。クロスさん、あ、微分さんいました。はい、じゃあ。ワンピーが微分のハオマル。ツーピーがクロスのハオマル。どうキャラ。これはすごいローキック対決が見れるのか、それともクロスが驚くような戦いを見せてくれるのか期待したいところ。ワンピー微分のハオマル、白黒いのがクロスのハオマル、膝尋常に勝負。やっぱりキックだった。まるでムエタイ機械のようにキックを放っていくハオマル、飛び込む、クロスがジャグ切りで追い返す、大切りへ飛び込むが、ここは何も起こらない。さあ、微妙な距離で中切りの振り合い、中切り、ジャッキング、
飛び込んだ。大キック立ちたい。おっとシャガチュー入った。大キック切って大切り。まだ分かんないよ。ダッシュで大切り。お互い牽制し合う。手の内は分かってるんだよと。判定の強い技を使って相手の出掛かりを潰そうという作戦でしょうか。おお大切り使って相打ち、またも相打ち。大切り使って。ブンブン怖い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 。将棋に使って中切り。さあクロス、ここは落ち着いていきたいところ。近寄ってキック大切り飛び込んできた。どうする。じゃあキック中切り。おっとスライディングをクロスが決めてダウンを奪う。しかしここでタイムディレイ。勝ったのはクロスの覇王丸一歩接種。さあビブンさん、ここは何としてでもクロスの牙城を崩したいところ。2本目後がない。さあおっと中切り刺さる。精神的には相当クロスさんはね優位な状況になってますんでね。ここはビブンさんのおっと大切り入る。しかしおっとまたも大切り。ゲージが光っているのはビブンさんのハオマル。ワンチャンありますよね。諦めない。そして飛び込んだ。やばい。クロス死ぬ。危ねえ。中切りで返す。大大今入んなかった。ああ入んなかったですね。絶妙のタイミングが必要ですからねこのゲーム。2打決めたけどね。おっとスライディングでこかしていくクロス。将棋に刻んで中切り。相手の将棋に中切りはガードして飛び込んでくる。再切りで落とそうとしたところ中切りが刺さる。さあクロス体力的に有利な状況。どうする。足払い当たんねえし。大切り使ってオープンで大切りの振り合い。飛び込んだ。あと残り7秒6秒。クロスこのまま逃げ切るのか。どうなんだ。焦げ津山するか。ここはクロス時間切れで勝利をものにして一回で突破。お見事。はい、ありがとうございます。じゃあ7試合目ハバネロ右京と、マサオゲンアンじゃんけんして正規を決めてくれ。ハバネロ、ハバネロいるか。あいた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 。よし、ハバネロ右京が 1P へ、マサオジャンプが 2P ゲンアン。準備ができたら試合を開始してくれ。さあ始まった。尋常にザ・尋常に1本目勝負勝負。さあここは右京上りつばめ。まずはマサオジャンプの工事の出羽をくじいていくが、マサオジャンプフィンスタザルで対抗していく。飛び込んで究極対空大キックで返して投げていくのはハバネロ右京。めくりの大キックからもう一丁しゃがみ挟んでセオリー通り上りつばめ中段攻撃。ドギリ読んで足払いで一方選手はハバネロ右京。お見事。さあ後がないマサオジャンプ、何としてでも倒したい。2本目バックジャンプして、おっとバックステ中にコマンド入力して低空でつばめ返しを打っていくハバネロ右京。うまいプレーですね。今日はコマンド冴えてます。さあ怒っているマサオジャンプ大切り開いた。ハブヘタ足払いで返す。まだ分かんない。来るよ。一旦離して仕切り直し。大切りを使ってつばめ返しを刻んでいく。大キックで飛び込む上りつばめでハバネロ右京一回戦突破。おめでとう。お見事。ごめん。これは犬さん、え、何さんだろう。与作さんと犬さんですかね。犬ガイツですね。犬ガイツと与作さん、はい。犬ガイツ仮面と与作さんじゃんけんして席を決めてください。さあ犬ガイツ捨てゲーして与作さんとじゃんけん。犬ガイツ仮面が 2P へ、そして与作さんが 1P へ回ります。さあさあさあ、昨日はまさかの1回戦負けを喫してしまったエアガイツ仮面。初代侍ではどうなんだ。お互い強キャラ同士の対決、シャルロット同キャラ戦 1P。 2P が犬さんですね。与作さんが 1P だ。
黒いシャルロットがワンピー予作予作したのおとお互いジャンプで飛び込んでいくキックルですねジャンプ台ジャンプ台キック大キックでめくろあ大キックでめくろとしたがここは予作さんうまく読める先ほど取る中銀試合おとバックジャンプ大キックを当ててまずは予作が一歩接種まさか週が5日目2夜連続1回戦負けはないだろうな大丈夫かまあねメインゲームではないのであれですけどいろんなトーナメントをいつも荒らしてくれる週が5日目今日も何かやってくれるんじゃないかと期待したいかなと思いますさあバックスジャンプ中銀で週が5日目を落としていく予算にしたの飛び込んでくる足台でダメージを取って飛び込んでジャンプ着地並み小切りで落としていくジャギリおっとここはめくってうおー入んなかった中切り刺していく体力的に有利しているのは犬がつかめ中切りの刺し合いいきなりサムライスピリットとサムライスピリット的な体勢になっていましたねさあここは爆弾を対して予作パワーグラデーションを使ったところに落ち着いて犬がつかめダメージを与えて一歩取り返すいちいち怒っているのは予作しかるとこのキャラは火力が高いですね怒ってると攻撃が食らいたくないところどうするおっといいよめくった大切り当てて一気に殺しにかかったレアがつかめ小切り中切りと牽制して相手を力を捨てない作戦でしょうかうまいです足回りも刻んでいく斜め端追い込まれた予作しかると頑張って一瞬吹いてほしいどうする中切り刺してジャンプ当たった当たったむちゃくちゃ攻撃一心不乱に攻めていく野外つかめんがここは一回で突破おめでとうございますお湯がいつかめ脳の鬱憤を晴らすかのように一回戦を突破していくじゃあ次は、9試合目か鶴立さんと竹谷ですかね鶴立さんと竹谷さんじゃんけんして席を決めてください はいじゃあ竹谷が、2P 1P 側鶴立さん、はい、準備ができたらそのまま試合開始ということで、あここゲームはどうしたんだ今日ゲンア多いですね。ワンピースルタツゲンア青、2P 大物食いいつもやらかしてくれる竹谷ゲンア緑、2P 側まずはつばぜり合い勝つのどっち？ワンピーが勝った。もう一丁つばぜり合い。ここもワンピーが勝った。じわじわとダメージを蓄積されている竹谷。ここは胴切り吹いて、胴切りジャブ足して、胴切り。もう一丁。牽制して相手を返していく。飛び込む。高速ピッチゾーンを破壊して投げに行ったのは竹谷さあまだ分かんない毒切りオーブレどっかっちゃうところギリギリだったさあボーナスで9戦戦ですよ点数ですおっとここはローリングでお互い牽制していくがここは竹谷が打ち勝っていく毒切り重ねて2本で大切りが刺さらず投げていくのは竹谷ジャンプ台おっとこれ立ち合い切りですね立ち合い切りローリング与えるがしっかりガード時間がないよさあ有利なのは竹谷ここは竹谷一歩選手ローキャラを制することができるのか竹谷いやなかなかいい試合2本目さあ2本目さあ鶴立つ原案あとはないおっとジャコイに刻んでロギリを挟んでいく当たっちゃった当たっちゃったうまいですね竹谷ゲンアさあ放送禁止ゾーンで投げを狙っていくさあ真っ赤に怒っているのは鶴立ゲンアなんとか一矢報いて大切り割っていきたいところどうなんだいいよジャンプ切り対空を制していくおっとしゃがみキックで返しておおジャグ切り入って竹谷中東に1回戦突破おめでとうお見事アケアンさんは次は勇者ヨッシーさんが待ってますからね頑張ってほしいところじゃあトモさんの10名とガロボーさんの右京、じゃんけんして席を決めてほしいかなと思いますねシードの、試合が開始されますじゃあトモさん10名 1P へ
ミスター MVS ガロボー、今日は珍しくサムライスピリッツに参戦、右京で 2P へ。さあガロー2大会、ガロースペ大会、もうガロー伝説ワヒースもいろんなゲームで全員1取ってきた、ガロボーが右京を勝って今日はサムライスピリッツの世界へ夢の対決実現。さあトモ30名飛び込んで右京にダメージを与えていく、対空のしゃがみ台を与えて落として距離の微妙な距離感でスパゼリアが続いていく、スライディングで飛び込む、飛び込んだ、もう30秒、おっと究極対空で返していく、しゃがみ中キックでしょうか、大キックでしょうか、中キック、さあどうなる、中キック挟んで垂直ジャンプ台切りで牽制していく、この10秒いい写真、これがサムライスピリッツ初代の魅力であるというような対決になってます。おっと究極対決で返してスライディング当たらず、ごちゃごちゃっと将棋を連打して右京を浮かす、この30名慎重に慎重に進めていく、さあ時間がない、右京が体力が少ない、若干不利な状況、何としてでもちょっと手を削りたい、おっとおここが投げに行った、トモ30名このまま逃げて、まず一歩接収、いやーじりじりとじり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 と差し合いが続いていく、2本目ガロボ、何としてでもここは一瞬食いたいところ、さあ水月草パワーウェーブを挟み込んでくる、水月草当たっちゃった、当たっちゃった、ガロボ画面返しました、水月草が刺さる、おっと残り画面呼んでた、ガオシャ投げるやつで水月草じゃかしじわじわ後ろに下がってくる、投げ出せ、また距離取る、さあガロボ絶対絶命、ここ30秒はもうこれは余裕の立ち回りでしょうか、どうなんでしょうか、ジャンプ台飛び込んで投げて、ここはトモ30名ガロボーグイン、おめでとうございます、お見事、素晴らしい試合、ガロボーさんも参戦ありがとうございました。じゃあ11試合目、剣王玄安と、シードの DDD の京志郎、じゃんけんして席を決めてほしいかなと思います。さあ優勝候補 DDD 京志郎、DDD 京志郎ワンピー側へ、そして剣王玄安が 2P へ。さあ今日もスカーレットニードルアンタレスはどのぐらい決まるのでしょうか、期待したいところ、京志郎ワンピー、そして 2P は剣王の玄安、いざ尋常に尋常に1本目勝負距離取って、DDD さんの京志郎はとにかくガンマチスタイル、あーっと出た手放し、いきなりファーストアタック手放し、 DDD は今コンパネから完全に手を離している状況、体力勝ちした DDD に対しどうやって追い詰めるのか、ケンアン、おっとジャンプ攻撃、あれは下段なんです、ダミーの、見た目はダミーで実は下段攻撃です、垂直ジャンプ大切り、またも手放し2回目、本日2回目、1ラウンド以内に2回決めた、手放しスカーレットニードルアンタレスで、まあ剣王は死んでしまうのか、どうなんだ、まだ分かんない、しかしこの体力差どうやって埋めればいいんだ、まずは DDD 一歩接収、いやあ今日も冴え渡ってるこの最強の京志郎、勝てるのか、剣王玄安頑張ってほしい、とにかくファーストアタックを取られたくないところ、こっちが取ると精神的に優位な状況に持ち込めるのではないでしょうか、おっとしかしファーストアタックは DDD の京志郎うまい、頑張ちにもうすでに入るのか、後ろに下がった、さあ中段技を挟んで、おっと飛び込んだ、あっと手放し、本日3回目、本日3回目手放しの投げ、倒れ出してしまうと早く手を離してしまうということで、倒らない方が大ダメージということで、さあもう1回4回目、どうしたんだどうしたんだ、剣王玄安いいようにやられている、頑張れ、何としてでも返したい、何をしても無駄だよと、もう1回決めた、もう1回決めた、今日はハメだ、あもうこれ回避できないですね、ハメなんですね、そうなんだ、DDD 分かっている、さあいたずらに時間が減っている、2本浮いた、倒した将棋で当てた、
剣王家は非常に重要な試合でしたが、ここは DDD 順当に1回戦突破を見ると勝負あり。全力素晴らしい。お見事。しょうがねえ試合だ。さあ、じゃあ12試合目、さあ満を持して、竹中葉王丸と時の扉くん、あの竹中葉王丸、好きな方に座れ、好きな方に座ってほしい。そしてじゃあ満を持して 出場時の扉 2P へ。さあ、格闘ゲームエリート、侍エリート、時の扉が 2P へ。 1P 竹中葉王丸、さあもうすでに超人オリンピック2タイトルを制覇している時の扉、3タイトル目いけるかどうか注目の一戦でございます。青い原案が時の扉、白い葉王丸が竹中さん。さあ、まずじりじりと距離を取って、さあ試合に持ち込むか。しゃがみ移動をしているのが時の扉の原案。さあ、また試合が行われ、時の扉さんは新作のね、新しめのサムライスピリッツだよね、結構いい結果を投撃とかでも残しているプレイヤーですよね。この辺のじりじり感は、もうお手の物なのかもしれません。さあ、これは将棋に振り合う、まだお互いダメージなし、削りもなし。このじりじり感、どうする、均衡を破る、均衡を破るのどっちだ。おっと、スライディング、おっと、中に入った、飛び込む、裏回って将棋に当てていく、スライディング、体力的にほぼボブ、またも技が交錯する、仕切り直し、残り時間がない、勝ってんのどっちだこれ。若干ハオマルのが多く見えるけど、どうなんだ、勝ったのどっち。勝ったのは竹中ハオマル、一歩接種。いや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 、このじりじり感もたまりませんね、このゲーム。サムライスピリッツならではの差し合い。さあ、またも後ろに下がっていく時の扉、一瞬の隙を狙っているのかもしれません。スライディングでダメージが、おっと、台切り当たっちゃった、大体は入らなかった。スライディングでぼかして、裏もある、あー、テンプレスさん思わず当たっちゃった。さあ、怒っているのは竹中青丸、ここは竹中青丸の攻撃が取れたくない。こーっと、五月さん誘って台切り当てていく時の扉、してやったりか。あー、入った、まだわかんない。さあ、どうして落ち着いて時の扉、スライディングで一歩取り返す。いや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 、熱い試合ですね。さあ、C を受けする、3本目どうする、時の扉またもじりじり後ろに下がる、もうちょっとで怒りゲージは待つ。さあ、ここは大台切り、空中で当てていく、あ、ビヨったか、どうなんだ、ビヨっている、台切りからの連続技、お見事、まだ生きてる竹中葉丸、しかし削られて時の扉一回戦突破を見ると、いやー、3タイトル制覇に向けて時の扉順当に一回戦を突破していく。おめでとうございました。じゃあ13試合目、森下ガルフォード、村正ワンフ、じゃあじゃんけんして、席を決めてほしいかなと思いますね。さあ、優勝候補同士がここで激突しているような状況でございますが、トーナメントは無情なんです。なんか嫌な予感するね。さあ、村正ワンフが 2P へ、そして森下さんのガルフォードが 1P 側、どちらも初代サムライスプリッツ勢ということで、レベルの高い戦いが見れるのではないでしょうか。細かいネタとかは、僕は拙い知識の中なので分かんないかもしれませんけど、まあ見たまま実況解説バチンとやらせていただきたいかなと思います。さあ、いざ実況に勝負。しゃがみを挟んで距離、このじりじりとした試合に一歩戻していく。なるほど、一歩踏み込んで引き割っていく、素晴らしい。この差し合い、ダッシュして投げていた梅、さめくって、ここは中切りで追い返していく。体力的にはガルフォード若干有利、ワンワンはジャンプでかわす。村正ワンフ爆弾、このペアなんか爆弾が多い印象があるんでしょうか、どうでしょうか。さあ、もうドライブパイプ取った、ヒールガードして一瞬の隙にその選択をするか、将棋に挟んで手間のくじく、村正ワンフ、ワンワンがワーカーとして一瞬の隙、青
昇竜拳当たったかった。その隙に大義にジャンプショープラズマブレードワンワンで削って、まずは一本で飛び下がるほど。さあ、スーピー側、村山さんは不幸と2人が死んでしまった。キャラによって光りやすい、冷めやすい、まあ、いろいろ設定があるみたいなんですけどね。まあ、この2人は非常に設定をしているのかもしれません。スーピーはね、若干体力的にリードしているのは飛び下がるほど。このまま日本で練習するのか、それとも村山さん、めくった、あれでもない、で将棋に中継したて、若干なるほど有利な状況か。そうなんだ。おっとワンフに入るか、勝てるか、まだわかんない。ダッシュ使えるところ、じゃあキックで追い返す。ワンフ中継に挟んで、おっとなるほど中継に盛りした、いいよ。おっと関係の方を避けて、武器は拾わせねえとばかりに削っていく。さあここはしゃがみ台が入って、盛りしたがるほど、お見事大勝利。ですね、14試合目、ケケさんとシロハンさん、じゃんけんして席を決めてください。ケケさんハオマルと、シロハン、シロハンゾウ、じゃんけんして席を決めてください。よろしくお願いします。